突撃。霊夢だよー。ゲーゲーキー。マリサだぜー。もぐもぐ、もぐもぐもぐ。お、霊夢、何食べてるんだ？わ、マリサ、びっくりしたわ。私に隠れて美味しそうなもの食べてるんだろ。か、隠れてるつもりはないわよ。マリサにもあげる、ほら。なになに、ウミウシグミ？そうよ、コンビニに行ったら売ってたの。なんだか可愛いし変わってるグミだったから思わず買っちゃった。へえ、確かに変わったグミだな。私、ちょっと疑問に思ったんだけど、このグミって赤とか青とかカラフルな色してるわよね。でもウミウシって本当にこんなにカラフルなの？パッケージにも海の宝石って書かれてるけど、ちょっと大げさじゃない？宝石より海のナメクジでしょ。さては霊夢、ウミウシを見たことないな。それじゃあ今回は、まだ知られていないウミウシの生態と実態について解説していくぜ。もぐもぐ、お願いします。ウミウシとは交際類で軟体動物であり、巻貝の仲間だ。主に浅い海の海底に生息し世界中に分布しているぜ。体長は数ミリから30センチほどだ。数ミリから30センチって、いろんな大きさのウミウシがいるのね。素人だとウミウシだって気づかない種類もいそうだわ。実はウミウシって形態や生態、植生など千差万別の生き物で、世界各地には5000から6000種類以上存在し、分類するのが難しい生き物なんだ。そうなの？それでも大きく分けると大体8グループに分けられるぜ。ウミウシってそんなに種類豊富なんだ。まず一つ目は等順類。このグループには小絞り貝や、紅絞りなどが分類されてるぜ。ウミウシは簡単に言えば貝殻を捨てた巻貝だが、等順類には貝殻がついている種類が多いぜ。頭部に触覚がないことも特徴的だな。貝殻がついてるウミウシがいるなんて初めて知ったわ。海のカタツムリね。二つ目はノウゼツ類。このグループにはコノハミドリガイ、テントウミウシが分類されるぜ。ノウゼツ類は姿形が様々で、見た目では判別しにくいが、共通の特徴として多くの巻貝では複数列の歯舌が単列で、一本の端か接触に使用しないんだ。一本で食べるのって難しくないのかしら。しかも、通常は摩耗した歯舌は捨てられるが、ノウゼツ類は使用した歯を保持し、溜めておく。舌のうという袋状の器官を持っているんだぜ。なるほど、口の中に特徴があるのね。私で捕まえただけだと判別できなさそうだわ。三つ目はアメフラシ類。黒ヘリアメフラシや、天草アメフラシが分類されるな。ウミウシの中ではまとまったグループだ。え、アメフラシってウミウシだったの？地方によってはアメフラシをウミウシと呼ぶ地域もあるぜ。ちなみにアメフラシの英名、シーヘアーに、海のウサギという意味があるように、アメフラシの頭部には2本の突起がついてるぜ。ウミウシって可愛い異名がついてて羨ましいわ。マリサは森のまんじゅうとかでいいんじゃないか。ダサすぎ却下よ。四つ目はハイジュン類。ウミフクロウやウミホオズキ、ゼニガタクシエラガイが分類させるぜ。ハイジュン類は背中に背盾と呼ばれる大きな盾があるのが特徴だ。またどの種類も背盾と腹足の間、体の右側に鰻状のエラも持っているぜ。等順類の貝殻とはちょっと違うのね。五つ目はラサイモク、通りす類。シンデレラウミウシや腕フリツノザヤウミウシが分類されるぜ。これは最も大きなグループだ。頭には立派な触覚と背中に花びらのような虹エラを持つのが特徴だぜ。背中の綺麗なヒラヒラってエラなんだ。六つ目はラサイモク、ミノウミウシ類。ガーベラミノウミウシやクセニアウミウシが分類されるぜ。背中にミノのような突起が綺麗に並んだ。美しい種類が多いぜ。イソギンチャクやサンゴの上にいることが多く、それらを餌にすることで脂肪を盗み、毒を自分の武器にする種類もいるな。綺麗なウミウシには毒があるのね。七つ目はラサイモク縦縞ウミウシ類。サメ縞乙女ウミウシや花乙女ウミウシが分類されるぜ。このグループは背中に縦ひだがある種類が多いぜ。日中は砂の中に隠れる種類が多いから、あまり馴染みがないかもな。日中は砂の中に隠れるって、まるでニートね。霊夢みたいだな。なんですって？最後はラサイモクスギの葉ウミウシ類。北洋ウミウシやヒヨドシギミウミウシが分類されるぜ。背中の両側に種類によって、いろいろに変化する突起が並んでいるのが特徴だ。なんだかツンツンしてるのね。なるほど、背中にヒラヒラしたエラがあったり、ヒラべったかったり、ウミウシは様々な特徴があって分類されているってことがわかったわ。ナメクジみたいなウミウシだけじゃないのね。またラサイモクミノウミウシ類のように、有毒な生物を食べることで体内に毒を蓄積するものや、コノハウミウシやヒカリウミウシのように、点滅する傾向を放つ生物発光の能力を持つウミウシも存在するぜ。ゲーミングウミウシ。このように多種多様なウミウシは、同じ種類でも地域や環境によっても色が変わってくるため、ダイバーに人気の生き物なんだ。色違いのポケモンを探すみたいで楽しそう。それじゃあここからはダイバーに人気のウミウシを3種紹介していくぜ。一種目は腕振りツノザヤウミウシだ。山吹色の体に、突起の先端を彩る青白い蛍光色が特徴だ。霊夢、このウミウシ、何かのキャラクターに似てると思わないか？え？
黄色くて角があって、角の先がちょっと黒いもの。わかったわ。ピカチュウよ。正解だ。腕振り角ザヤウミウシはその見た目から、ピカチュウウミウシという愛称で呼ばれているぜ。めちゃくちゃ可愛いわね。海のピカチュウだわ。色も綺麗だし、私も結構好きよ。二種目は紫海子蝶だ。華やかな種類が多い海子蝶科の中で、最もよく見られる種類だぜ。大きく広がる側側でひらひらと泳ぐんだ。スミレ色でとっても綺麗ね。それと同時に焼き芋が食べたくなるカラーリングだわ。三種目はゴマフビロウドウミウシだ。体色はオレンジや黄色、時には白い個体もいて、全身の繊毛状の突起が、まるでビロードのように動くぜ。その一部が黒いことも特徴だな。モフモフしてて可愛い。これもちょっとピカチュウに似てるわね。でも集合体恐怖症の人はちょっと好きじゃなさそうな見た目ね。な？本当にウミウシは足したような形と色をしてるだろ？そうね。確かにこれなら海の宝石って呼ばれててもおかしくないわ。グミならこんなにカラフルでも美味しそうって思ったけど、実物はさすがに食べれなさそうね。カラフルな生き物って毒を持ってるイメージが強いわ。そうだな、毒を蓄積する種類もいるため、多くは食用には適さないぜ。カラフルな色合いも、警戒色ではないかと考えられている。そんなウミウシをある方が食されたことがあるんだぜ。ある方？昭和天皇だ。昭和天皇？昭和天皇は海洋生物学者として食されたんだ。どうやって食べたの？甘辛く煮つけて食べたみたいだぜ。指で輪っかを作りながら、煮るとこんなに小さくなると笑ったそうだ。天皇3分クッキング。不敬だぞ。肝心の味の感想は、味はないしコリコリして噛み切れなかったみたいだぜ。なんかコリコリしてそうな見た目してるわよね。昭和天皇はこれを3度もお召し上がりになったと、当時の侍従長が恐れ入った様子で回想しているぜ。味もしないし噛み切れないのに3度も食べちゃったの？奪った命を無駄にしない。さすが天皇陛下だわ。ちなみに見た目が似てるからといって、興味本位でナメクジを食べるのは絶対にやめてくれよな。え、どうして？ナメクジを生や調理不十分で食べた場合、寄生虫に感染して、最悪死に至るんだ。怖すぎる。ところでマリサ、食べないわよ。別に食べないんだけど、ウミウシって飼育できるのかしら？その雰囲気は食べる気だな。だが残念、ウミウシは採集は簡単なんだが、飼育は難しいんだ。ウミウシの多くは、ベントスと呼ばれる定性生物を餌としているが、種類によって食べるベントスが違う。そのため最適な餌を見つけ出すことが難しいんだ。見つけ出したとしても餌の調達が難しそうね。どうしてもウミウシが飼いたいって人は、そんなに流通してないが、メリベウミウシなら、餌はブラインシュリンプや小さな横エビだから、比較的飼育しやすいと思うぜ。もちろん海の生き物だから水は綺麗な海水か人工海水を使用し、水質の悪化や水温の上昇に弱いため、十分注意しながら飼育することが大切だ。餌が確保しやすいってだけで、やっぱり水生生物は飼育が難しそうね。そうだな、ウミウシ自体飼育が難しい生き物だが、水の中を住処とする生き物は、ちょっと水槽の水を変えるのをサボるだけで、病気になったり、亡くなってしまうことがあるぜ。生き物全般に言えることだけど簡単に飼ったりしちゃダメね。餌も種類によって好き嫌いあるみたいだけど、そんなので本当に野生下で生きていけてるの？ああ、ちゃんと生きていけてるし、他の生き物の役にも立っているんだぜ。串本緑貝というウミウシがいる。このウミウシは緑色のモノフサを食べて、藻類の有毒物質を飲み込み、襲われそうになった時に、自分の捕食者に対して展開することができるんだ。毒を奪って武器にする一種なのね。この有毒物質が新しい研究において、藻類の中に生息する、新たに識別された種の細菌に由来していることが分かったぜ。しかも細菌は生息する藻類に依存しすぎて、単独では生存できないことも発見したんだ。藻類にヒモ系細菌ってことね。そして細菌は代謝の少なくとも5分の1は、宿主である藻類のために有毒な分子を作ることに費やしている。あらけなげ。ただのヒモじゃなかったのね。細菌は一人じゃ生きていけないため、藻類を住処とさせてもらい、その代わりに細菌は有毒物質を生成しているって仕組みだ。有毒物質は家賃ってわけね。家賃払うヒモってまだまともでは？払ってるものがヤバすぎるんだぜ。このウミウシ、藻類、細菌は、3種で3方向の共生関係を形成しているんだ。3方向の共生関係？共生関係とは複数の生物が密接に相互作用する関係だ。ウミウシは食べ物と身を守るための有毒物質を取得し、藻類は有毒物質を取得し、細菌は住処と栄養を取得する。これらは複雑で独特な関係性だ。研究チームは、特に有毒物質を生成する細菌に着目し調べたぜ。するとカハラリドをはじめ、約15種類ほどの異なる毒素を生成することを発見したんだ。そんなに多くの種類の毒素を生成してたのね。これらの毒素は周囲の魚や、他の海洋生物に対する抑止力として機能しているぜ。
特にカハラリドは強力な毒性から潜在的な抗がん剤としても、評価されているんだ。人間にとっても利益な細菌になるかもしれないじゃない。この毒素を食べるウミウシは、毒素を貯蓄し、藻類よりも10倍濃度の高い毒素を構築するぜ。10倍。小さな体なのにすごいわね。研究チームはウミウシが有毒物質だけでなく、バクテリアも獲得するかを研究したが、有毒物質だけを残して、あとは消化していることがわかったぜ。器用なことするのね。実は、このように住処と引き換えに宿主のために防御物質を作るという、一つの機能を果たすために進化した、特殊な細菌共生生物は、藻類から非藻類、海洋動物に至るまで、海洋環境において一般的なんだ。助け合いが普通の世界、いいことだわ。私も毒素を溜め込んで、いざという時に吐き出す能力とか欲しい。そのためにもまずは私も細菌を溜め込めるような能力が欲しい。相方が毒素を吐き出すとか怖すぎるからやめてくれ。実はウミウシには他にも驚くべき能力があるんだ。どんな能力なの？頭を切り離しても再生する能力だ。え？死なないの？それが死なないんだぜ。生き物の再生のほとんどのケースは腕や足、尻尾が捕食者によって失われ、再成長する必要がある時に起きる。しかし、サコグロッサンと呼ばれるグループに属するウミウシは、頭だけから、完全に新しい体を再成長させるんだ。ウミウシはこの能力のおかげで、頭だけでも数週間は自律的に生き残ることができるぜ。え、頭だけのウミウシが海の中で泳いでるってこと？ちょっと絵面が怖すぎるわ。なんなら体も首なしで数日、最大で数ヶ月生き続けることもあるぜ。もうそれホラー映画のキャラクターじゃない。研究者が初めて見つけた時も、切り離された体の周りを頭が回っていたぜ。へ、私なら鳥肌立ってるわね。研究者はかわいそうだがすぐ死ぬだろうと思っていたが、頭の傷はすぐに治り、体を再生し始め、なんと心臓の鼓動まで見えたんだ。頭から体を再生するってことは、心臓とかの臓器も再生するってことだものね。すごい再生能力だわ。その後約3週間で、失っていた体の 80% を元に戻し、重要な器官もすべて再生したぜ。人間なんて骨折を治すのに3週間かかるのに、3週間で体を作るなんてやっぱりすごいわね。そういえば体の方はどうなったの？頭って生えてくるのかしら？だとしたら無限増殖できちゃったりして？残念ながら体の方には、新たな頭部が成長することはなかったぜ。さすがに頭は無理なのね。この不思議な仕組みにはある細胞が関与していると考えられているんだ。それが幹細胞。あらゆる種類の細胞に変化する可能性を持つ、特別な細胞だぜ。なんだか頼もしい細胞ね。この一部の多能性幹細胞が、再生プロセスに関与している可能性があると考えられていて、研究者は将来的にはこの現象の根底にあるメカニズムを、組織レベルと細胞レベルで、さらに調査したいと語っているぜ。ウミウシの研究から、いずれは人間の医療とかに役立つといいわね。この不思議な仕組みにはもう一つ疑問点があるんだ。それが、どのようにして体から頭を切り離すのか、なぜ頭を切り離すのかという点だ。そういえば研究者が初めて見つけた時って、すでに頭が切り離されていて、どうしてそうなったのかわからなかったわ。有力な説としては、体に寄生した寄生虫を除去するためというものと、再生能力のある生き物によくある、体を犠牲にして逃げることで、捕食者からの攻撃を生き延びるためというものだ。これらの説から研究を進めていると、再生に関して新たなことがわかったんだ。何何？何がわかったの？再生能力は若いウミウシしか持っていないってことだ。老いたウミウシの頭を切り離してみると、その頭は最大10日間生き延びたが、全く餌も食べずに、再生することもなく死んでしまったぜ。若いウミウシと老いたウミウシで何か違いがあるってことかしら？おそらく老いたウミウシは繁殖できないため、自動切断のメリットがないと考えられているぜ。それと再生能力はおそらく2回が限界のようだ。ウミウシにとっては繁殖のための再生能力なのね。老いたウミウシだと体力面でも限界っぽいわよね。また再生には多量のエネルギーを必要とするんだ。そのエネルギーをなんで獲得しているかというと、光合成をして獲得しているんだ。え、ウミウシって光合成できるんだ。正確には、ウミウシ自体に光合成ができる能力はないぜ。サコグロッサンに属するウミウシは、藻類を食べることで、太陽光をエネルギーに変換できる葉緑体を盗んで、光合成を行うことができるんだ。毒だけじゃなくて葉緑体まで盗んで活用できるのね。ウミウシは切断直後や、餌が不足している時は、光合成を使ってエネルギーを獲得しているが、盗んだ葉緑体は数日間しか持たないため、再生を完了するには継続して葉緑体を摂取する必要があるぜ。毒みたいに貯蓄はできないんだ。まあ自分にもともとあった細胞じゃないし仕方ないわね。それにしてもウミウシってすごいのね。能力はいろいろあることがわかったけど、知能はどれくらいあるのかしら。ウミウシの脳は非常に単純な構造をしているが、人間と同じように記憶や学習が可能だぜ。
ウミウシって潮の流れに身を任せて、何も考えずに生きてるんだと思ってたわ。ウミウシをバカにしすぎだぞ。このウミウシの脳を使って、生物の好みと報酬について研究がされたぜ。好みと報酬？霊夢は肉と魚、どっちが好きだ？お魚も捨てがたいけどお肉よ。低身長の人と高身長の人ならどっちが好みだ？背が高い方が男の人でも女の人でもかっこよさが際立つから高身長。ていうか私が高身長になりたいわ。まんじゅう頭だから高いところのものも取れないもんな。そうそう、脚立が必要に。って一言余計よ。霊夢もこんな風にこっちの方が好きっていう好みがあるだろ？これはあらゆる生物にも備わっていて、栄養価の高い餌の確保から、異性の選別といった美的感覚まで、好みは様々な動物の行動を支配しているんだ。なるほど、好みは原動力みたいなものなのね。じゃあ報酬ってどういう意味？報酬とはその好みで選んだものから得られる栄養やメリットのことだな。ウミウシの好みは報酬によって強く支配されているんだ。そこで脳の仕組みが簡単なウミウシを、コンピューターシミュレーションで再現し、結果を分析することで好みと報酬の関係性について探ったんだ。電脳ウミウシが誕生しちゃった。この電脳ウミウシには現実のウミウシに似せた脳細胞数と、神経接続パターンを持たせ、アシモフと名付けられて、シミュレーション内に誕生したぜ。アシモフ。かわいい名前ね。名前の由来かはわからないが、アシモフというアメリカの SF 作家兼、生化学者がいて、私はロボットという題の短編集があるぜ。もしこれが由来になってたらかっこいいわね。アシモフには食欲と報酬を感じ取る能力と、心と体の状態を一定に保とうとする機能が追加された。研究者はアシモフに餌を得る方法を学習させ、餌には栄養価の高い美味しいものと、栄養価はあるがアシモフの体を傷つける毒入りのものがあると教えたぜ。私なら毒入りに気をつけて美味しいものを探そうと思うわ。アシモフも同様に毒のある餌を避けて食べたぜ。えらい。また満腹になるとアシモフは快楽を感じたんだ。お腹いっぱいは幸せよねー。そのためアシモフは満腹時以外、食欲と快楽を求めて、シミュレーション世界をさまよい続けたぜ。そして、今度は特殊な餌をシミュレーション空間に投げ込んだんだ。特殊な餌って、今までの餌と何が違うの？特殊な餌には全く栄養がないが、食べると満腹時と同じく大きな快楽を得ることができるぜ。だがこの快楽は長くは続かないんだ。なぜならアシモフには、心と体を一定に保つ、恒常性があるからな。アシモフはこの特殊な餌に依存するようになり、目の前に美味しい餌があっても食べなくなってしまったんだぜ。これって薬物中毒と同じじゃない？その通りだぜ。次に研究者はアシモフに与える特殊な餌の量を減らしてみたんだ。するとアシモフは禁断症状のような動きを見せたぜ。動きは鈍り、無気力、倦怠感といったものに近い状態が生じたんだ。完全に依存してるわ。この状態のアシモフにとって、餌で快楽を感じている状態が普通であり、餌がなければ不幸になってしまうという思考回路へと変わってしまったんだ。なんだかかわいそうだわ。今度は完全に特殊な餌を絶ってみた。すると餌を求めて世界をさまよい続け、見つけられないため仕方なく、満腹になり快楽を得るために美味しい餌を食べるようになったぜ。もう餌を食べる行為が完全に快楽を得るための行為になってるのね。この時、前回と同じように、美味しい餌と毒入りの餌を置いたんだが、アシモフは目の前にある食べ物を選ぶことなく食べ始めたんだ。毒入りも食べちゃったの？そうだぜ。特殊な餌の快楽と禁断症状がもたらした報酬系の新しい変化が、アシモフの好みを奪ってしまったんだ。もうアシモフは薬物中毒の廃人ね。アシモフは薬物中毒でかわいそうな結果となってしまったが、廃人となったアシモフを、もし元のアシモフに直すことができたとしたら、薬物中毒に苦しむ生物に対し新たな治療法として、アプローチしていけるぜ。電脳ウミウシアシモフが、現実世界の人間を救うきっかけになりうるのね。最近じゃオーバードーズなんかも問題になってるから、薬物中毒にさせない対策と同時に薬物中毒になってしまった時の対策も考えていかないといけないと思うぜ。一番は周りとの助け合いも大事ね。さて、これでウミウシについての解説は終わりだぜ。どうだ？ただの海のナメクジじゃなかっただろ？そうね、とっても種類が多くて、興味深い生態を持っていることがわかったわ。グミよりももっとカラフルで、まさに海の宝石って呼ばれるのにふさわしい生き物ね。それと簡単には食べれないけど、天皇も食べたウミウシの味や食感が気になって夜しか寝れないわ。夜寝れれば十分なんだぜ。じゃあ食感や味が似てるかどうかはわからないが、エスカルゴでも食べに行くか。それは遠慮しておくわ。なんでだよ。皆さんの感想もコメントで教えてくれると嬉しいな。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。